ない時にどうしよう。誰も寄りつかんだろう。やれ俺ら。ここの流派は人を生かす剣男らしいな。その剣で自分たちを生かしてみるか。とさっとで上がるな。人を生かす剣など余っちゃない。とさっとで上がるな。目的は暴力、極意は殺生、それが剣術の本質よ。確かにその方の言っていることは、一度も己の手を怪我したことがない者が言う甘っちょろいざれ言でござる。剣は狂気、剣術は殺人術。どんな綺麗事やお題目を口にしてもそれが真実。けれども拙者はそんな真実よりも薫殿の言う甘っちょろいザレ事の方が好きでござるよ。くだらん。霧馬刀斎の振るう剣は飛天御剣流。一体多数の斬り合いを得意とする古流剣術。こんな刀でない限り確実に人を惨殺する。お前No!